久保さん、チャンネ,ネ,ネル登録50人で30万稼ぐ方法にしましょうか。まあね、去年僕久しぶりにコンサル募集したんですよ。で、まあ今コンサルやってるんですけど、その人から、えっ、ー、と、昨日ですかね、えー、報告いただいて、えー、塾が売れましたと、えー。30万ですね。で、チャンネル登録がですね、えー、50人と、はい。で、まあ、いただいたのが、 やはり少ない集客でもやることをやっていれば問題ないと感じました。引き続き頑張っていきますと。やはり少ない集客でもやることをやっていれば問題ないと感じましたと。まあだからこれは実際にその体験してみないと分かんないですよね。だって普通に考えたら多分50人でどうやって30万稼ぐのって話じゃないですか。そもそも YouTube の広告収入で50人稼ぐっていうのはもうそもそも規約1000人のチャンネル登録いってないですし無理じゃないですか。 でさらに言うと、チャンネル登録50人程度で、いや、本当に売れてんのかなって思うのが当たり前だと思いますし、だからまあ、実際体験しないとやっぱこれはね、わかんないんですよ。だからまあ、さっさとやって体験しろってことですねで。体験しない限り信じれないよって話ですね。はい。でも逆に言うと、体験して結果出れば、あ、こうやれば、本当にこういう風にやれば結果出るんだってわかるんで、またできやすいじゃないですか。やりやすいじゃないですか。前に進みやすいじゃないですか。 僕なんかガンガンできる理由って、これでも結果ずっと出し続けてるんであ、これでも出せるんだっていうのは分かってるんですよね、僕は。でも多くの人は分かってないですよね、やらないから。いってらっしゃい。